ベニアッペスは、アルジェリアの西部の町、自治体である。ベニアッペス県、サウーラ川の左岸に位置する。ベニアッペス軍の軍都であり、また2019年12月以降は、ベニアッペス県の県とを兼ねる。なおそれまでは、ベシャール県に属していた。化石や工芸品などを展示するベニアッペス博物館がある。 同盟の自治体としての面積は9797 97平方キロメートル。人口は約1.1万人。欠片の気候区分では砂漠気候に分類される。パブリケーションデラロイ・ポートン・ラ・ヌーベル・オーガニゼーション、テリトリアル・デール・アルジェリー。アルジェリー・プレス・サービス。2020年9月5日、閲覧。アルジェリア、ボショル。 シティポピュレーションで2020年9月5日閲覧。クライメートノーマルズフォーベニアベース。2013年2月14日閲覧。ベニアベス、アルジェリア。クライメートベス、RU。2013年2月14日閲覧。ありがとうございます。